ぶり。今回も三国志14実況していきたいと思います。前回は、エアーの攻め流氷を滅ぼしたところまで。人材不足を解消できるかが焦点になる登用祭りが始まる予定。じゃあ、何人登用することができるか、頑張っていこう。はい、ここから延々と登用を断られまくる動画がスタートします。滅亡したんだからすんなり受けてくれても良さそうなんだけどね。流氷も生かしてあげたんだからな。甲虫と馬鈴くらいだもんね、初段したの。で、気になったんだけど。何に？初段数少なくない？50人近くいて2人と考えると少ないかもねー。邪魔かが寝返った。褒美をあげるのを忘れてて忠誠度は下がってたけど、裏切るとは。捕まえたら初段確定だな。裏切り者にはしよう。しよう。で、話を戻して、前回話したけど、序書とか開閲、改良には逃げられてるから、いたら初段数は増えてたとは思うんだよね。それでも片手で足りるでしょ。そう言われればねー。条件の厳格化が必要な気がする。もう少し武将を捉えて能力値を確認してからにしようかな。よろしくお願いいたします。最後に登用された流氷さん。確かにな、厳格化しすぎて早々に勝てなきゃ意味ないもんな。そう、目指す派マイナー武将の活躍の場作り。軽動営はいつまでも主力で使いたいな。第一次脱走。少しずつ登用は進む。よろしくお願いいたします。ここから連チャンを期待するけど、そんなに甘くない。でも、もう一度来るかも。と、鉄壁の防御を誇る遺跡さんでストップ。けど、優勝は登用成功。最近の悩みは登用成功が登用成功になること。え、株、就活まだ終わらないし、合わせ技になると登用成功になっちゃうから、別々に打たなきゃないという悩み。効果に出陣の気配があったから監視してたら、まさかの露光進行。曹操は思い切りのいい全力出陣だねー。受信からも舞台出してるし、相当本気だな。師匠軍は師匠軍で、都督の満潮さんが攻めてきたから迎撃中。眼光のくせに奉仕と戦えるとか、地域支援効果が高いようでねー。そろそろ断られるのを見るのに疲れてきたなー。この数倍は失敗を見てるんだけどね。魅力を尽くします。登用に成功すると本当嬉しいなー。失敗ばっかだからねー。常用から徐行が出陣したね。工場兵器なしだけど、攻めてくる。ポドコンが立ててた投石台を破壊し、満潮も撃破。第二次逃走。豪華戦線は、再走から出陣した部隊が補給線を切りそう。風襲で連敗号。これで、捕虜の登用大会は終了。風習は結局登用できず。食系と仲良くないとコメントでいただいてたけど、ダメだったの全員食系なんだよね。あんまり気にしてなかったけど、本当に相性悪いんだな。高架東側では包囲占領が起きたようで、露光進行軍は補給線切れで立ち往生。このまま行けば露光防衛だけじゃなく高架攻略まで見えるな。第三次逃走で捕虜は0人。いつの間にか逆方位占領で孫権軍が不利な状態に。一瞬で入れ替わるとかすごいな。管理が面倒くさくなってきたので、南部を軍団に任せることに。孔子、霊陵、慶陵、武陵を任せてー。都督は、長男の指揮でー。方針は支援で、
どんどん兵と物資を送ってほしいところ。うん、降下攻防戦はまだ影響が出てるようで、上陽から部隊が出たね。その部隊を襲うの？いやいや、そんな危険なことはしないよ。降下から出てきた小規模部隊を蹴散らそうかとね。ようやく老戦が使えるようになったから、水上で暴れてみようかなとね。我らが軽動営の出陣だ。軽動営たちの出陣に影響されたのか、上陽から工業攻撃部隊が出陣。降下からも増援が来たけど大丈夫？ああ、いいわ、孫悟系だから水上得意さんか。さらに老戦だから、水上戦が苦手な曹操軍には負けないわず。あ、有能。もう少し仕事してほしかった。どっちかが捕まえたか。工業防衛戦はホドコンを水攻で出し、補給線を切る体制けど、ホドコンが追われてるし。水上戦は順調に進んでるので、うまく補給線を切り、さらに有利にする方針。やっぱ老戦は強いな。移動力もさることながら、攻撃防御とも高いからね。うん、上陽が無防備狙ってはいるけど、今は防衛しなきゃね。地域を奪還させた雄番を後方に送り込んで、ホドコンと協力させて補給線を切りに行くよ。ホドコンがどこまで釣るかだけど。まずは満潮撃破。続いて賞金も撃破し、水上戦は勝利。徐行はホドコンを追うのをやめて、工業へ向かったね。軽動エイトリーも後方に送り込んで、補給線切った後襲撃をかけさせるよ。続々と工業に取り付いてきてるな。この旬で補給線は切れるから、次の旬からが本当の戦いの始まりだよ。おお、各省の投石で第一形態に。苦しいけど、今を耐えれば。すでに補給線は切り済み。さあ、反撃だ。まずは提案でー。城壁修理。お喜びください。これで工業はもう大丈夫。まずは、李元を出陣させて各省を攻撃。我に続け。次に西郷を眼光で出陣させて、遠距離から敵を攻撃。でも、場所を間違えてあまり効果がなかったんだよな。我に続け。早く徐行たちを撃破して反撃をしなきゃ。軽動エイトリーも仕事しろ。何か用か。おう、どうした。雄番もそのまま攻撃だ。いけいけ。孫権軍が降下を攻略したようだね。将軍の釣りのおかげでもあるな。終わらぬ、攻め立てろ。幻想撃破。覚悟、打ち分けれ進軍だ。続いて各将も撃破。やられた。さらにホヨニー。好きな武将だから登用したいけど、無理なんだろうな。防衛戦途中だけど、高層投石で先行出陣させるよ。途中にある陣も破壊したいしな。ついてこい。あとは徐行と文集だけ。今までもそうだけど、ここからはさらにスピード勝負だな。早く二人を撃破して上陽攻撃部隊を出陣させなきゃないからね。雄番が捕まったけど、徐行は撃破できるから救出可能。続いて師匠様も投石で出陣。野戦軍は足早いから、とにかく工場部隊を出さなきゃ。我に続け。
D が捕まえた捕虜は、はい、マイナスばかりの飛翔軍向け武将。群衆撃破、あとは徐行。はい、徐行撃破。さあ、反撃だ。李元はそのまま城陽を目指させるので、慶動営を再出陣させて、後を追わせるよ。行け、慶動営。城陽郊外に到着し、体勢を整えてから攻めることに。迎撃部隊に投石隊が攻撃されるのは一番痛いからな。なので、きちんと李元と慶動営で守る体勢で攻めるよ。任せようか。なんだ、わかった。まずは総人撃破。さらに捕虜、これは死者が面会を望んでいます。早々撤退か待ったなし。捕虜返還、拒否拒否。進め。あ、控訴の進路が。うん、いいところで投用なんてするんじゃなかった。うまく師匠様が移動して、酵素もようやく工場開始で、第一形態。成功。これで静かに重要攻めができる。最終形態、あと少しだ。矢を浴びせろ。孫権からの攻撃要請達成ということは、重要攻略完了。どう攻略しようか悩んでたけど、この線でなんとかなったね。さあ、捕虜選別タイム。8名の捕虜の中、あ、思いのほか能力高いのね。うん、徐行さんは対象だけど、ギリギリだな。怪我してるわけじゃないし、やっぱり90超えはそんなにいない。90はかなり高いと思わなきゃないかもな。というわけで、対象は徐行さんだけ。徐行、さらば。ここまでとは。残りは捕虜にして。おまけの拡張も、捕虜で。というところで今回はここまで。どう攻めようかと思ってた城陽を攻略できて、巨匠まであと少しというところに来たね。そのあと少しは、曹操の本拠地だからかなり厳しい戦いが予想されるけどな。師匠軍全力を持って、なんとかするだけだね。じゃあ、城陽を攻略し巨匠へ少しずつ近づく師匠軍の活躍を、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。